ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、具合が悪そうだぜ。そうなのよ、風邪ひいちゃったのかな？蜂蜜生姜湯飲むか？早く病院へ行った方がいいぜ。ありがとう、大丈夫よ。だって、病院へ行ったら、お金がいっぱいかかっちゃうし。何を言ってるんだ、霊夢。病院へ行くときに保険証を持っていけば、自己負担3割で治療が受けられるんだぞ。そうなの？病院って、あまり利用しないから知らなかったわ。一部分例外はあるけど、日本国内に住んでいる全国民、そして3ヶ月以上日本で暮らす外国人は、健康保険に加入する義務があるからな。義務なんだ。そうだぜ。健康保険料をちゃんと納めたら、かかった医療費の3割分しか払わなくていいからすごく助かるんだ。ほんとね。でも、健康保険料をほとんど支払わないのに高額な治療をして自国へ帰っていく外国人が、増えてきたんだぜ。何それ？俗に言う、医療費ただ乗り患者だぜ。そんなことをする人がいるの？許せない。マリサ、そこんとこ詳しく聞かせて。それと、蜂蜜生姜湯もよろしく。わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。マリサ、日本って外国の人が治療に来たいと思うくらいに医療が進んでるの？日本の医療は医学誌ランセットに世界一流のレベルだって紹介されているんだ。医療品質レベルのランキングが、2018年には世界196カ国で10位なんだぜ。うわぁ、それはすごいわね。人口が多くなるほど、高い質の医療サービスを維持することが難しいと言われているんだ。でも、日本は1億2000万人以上の人口がいるにもかかわらず、医療水準は G7 の中でもトップと、評価されているんだぜ。日本の医療ってすごいのね。知らなかったわ。でも、海外で医療行為を受けることなんてできるの？できるさ。病気じゃないけれど、日本人だって韓国へ整形手術を受けに行ったりするだろ？ああ、そうか。医療行為を受けるために他国を訪問することを、メディカルツーリズムって言うんだぜ。メディカルツーリズムの件数は、世界中で増えてきてるんだ。例えば、アメリカは医療費が高騰しているから、医療費の安いタイへ行って治療するらしいんだぜ。アメリカからタイまで行くの？むっちゃ遠くない？予費を使ってタイで治療した方が、アメリカで治療するより、安く済むんだろうな。なんだか不思議ね。でも、医療費が安くなるんだったら海外で治療するのもありかもね。日本にもメディカルツーリズムで外国の人たちが来るんだぜ。日本も医療費が安いの？いや、日本へは高い水準の医療や質の高い看護を求めてくるんだぜ。そうなんだ。ねえマリサ、どこの国の人が日本の医療を受けに来るの？医療滞在ビザの9割は、中国人が取得しているんだ。中国人が9割も。でも、中国って大きな都市があるじゃない？設備の整った病院はないの？いや、北京には総合病院や、先進国と同様の医療が受けられる外資系のクリニックがあるんだ。じゃあそこで治療すればいいのに、なんで日本に来るの？日本人は長寿だし、癌の治療率が高いからなんだってさ。それに、最初に言ったように、日本の病院には高い医療技術があって、サービスの質も高いから、経済的にゆとりがあったら行く価値はあるし、ゆとりがなくても、治療を受けたいんだ。2、3ヶ月に1回日本へ来て、都内の耳鼻咽喉科に通う中国人もいるそうだぜ。へえ、なんでわざわざ？花粉症に悩まされて、日本に治療をしに来たんだってさ。中国では、花粉症の治療はやらないの？それが、よくわからない薬を処方されるだけで、症状が全く改善されないらしいんだぜ。知り合いから、日本で治療を受けたって話を聞いて、それから通ってるんだって。それに、日本は個人病院が多いから、患者が分散されて大きな病院が混雑していないとか、会計もスムーズで無駄がないし、たらい回しにされることもないから、待ち時間も短いそうだぜ。待ち時間が短いは、同意できないわね。総合病院は、日本でも待ち時間が長かったりするよな。もしかしたら、中国はもっと長いのかもしれないぜ。それに、中国では検査費、治療費など会計がそれぞれ別で、何度も並ばないといけないらしい。それは大変ね。付き添いが必要な病院もあるし、入院や検査が予定されている場合は、受付の時に保証金が必要だったりするんだ。検査より前に支払い？病院によっては、受付で順番待ちをするだけで費用が発生したり、診察を受けたい医師の経験年数によって、診療費が変わったりすることもあるそうだぜ。え？指名医療？日本は医療の水準が高くて、事務手続きも簡単、サービスもいいし、どうせ治療するなら、
日本栄光って思うのかもしれないな。日本は全てにおいて高水準なんだね。そうだ、さっき医療滞在ビザって言ってたけど何のこと？医療滞在ビザは治療や人間ドックを受けるために取得するビザなんだぜ。日本で治療を受けることを目的にしてくる外国人の患者さんと、その同伴者に対して発給されるものなんだ。ビザ？それがないと来ることができないの？ビザっていうのは受け入れる側の国が、身元に問題がないですよって判断したら、渡航の目的に応じて発行する入国許可証なんだぜ。目的に応じて？そうなんだ。医療滞在ビザは治療を受けることが目的の場合に発行されるビザだぜ。医療滞在ビザの滞在期間は90日以内。90日を超える場合は入院が前提なんだ。日本に滞在できる日数も決まってるんだね。霊夢、医療を受けに来るためには医療滞在ビザで来るってところ、よく覚えておいて。わかった、覚えておくわ。医療ビザで日本に来て治療する場合、医療費は 100% 自己負担なんだぜ。それは、当たり前じゃない？そう、当たり前なんだ。私たちと同じ治療を受けることができる。だけど、支払う金額が高いんだぜ。ああ、そうか。私たちは健康保険料を払っているから負担は3割だもんね。そこなんだ。その健康保険に目をつけられたんだぜ。ん？誰に目をつけられたの？日本へ高額な治療をしに来る中国人にだぜ。霊夢、一番初めに健康保険に加入する義務の話しただろ？覚えてる？うん、ね。日本国内に住んでいる全国民と、3ヶ月以上日本で暮らす外国人は納付する義務がある。じゃなかったっけ？ちゃんと話を聞いてくれて、嬉しいぜ。外国人の保険加入の条件は1年を超える在留が必要だったんだけど、2012年に外国人登録法が廃止されて、3ヶ月を超える在留資格を持っている外国人は、日本人と同じように住民登録をするようになったんだ。住民登録をしたら、勤務先の健康保険組合に加入する。そうじゃない場合は、自動的に国民健康保険に加入することになるんだぜ。そうなんだ。健康保険に加入をしたら、健康保険料を納付することになるだろ？そうね、義務だもんね。その外国人が病院にかかったらどうなる？治療してもらって、支払いは3割が自己負担？そうなるよな。でも、保険料を納付してるから、それって当然の権利じゃない？霊夢の言う通り、当然の権利なんだぜ。さて、ではここで問題です。日本で医療を受けるために発給されるビザは？医療滞在ビザ。正解。でも、医療ビザでは滞在が3ヶ月を超えても、日本の健康保険に加入することができないんだ。だから、日本で格安に医療を受けるため、医療滞在ビザを取得しないで、別の目的のビザを、取得して、健康保険に加入するんだぜ。別の目的って？例えば、語学を勉強するために留学するとか。嘘をついて、違うビザを発給してもらうってこと？そうなんだぜ。そこまでするだなんて、本当にメリットはあるのかしら？霊夢、私たちが支払っている国民健康保険の納付金額って、どうやって決めてるか知ってる？考えたこともなかったわ。国民健康保険の納付金額は、前年中の日本での収入をもとに計算されるんだ。初めて外国から日本に来た人は、前年中、日本で働いた収入なんてないわよ。そうだよな。いろいろ細かい計算や条件があるんだけど、例えば、2021年4月に一人で日本へ来た、40歳未満の外国人が、2020年中に日本で収入がなかったことを申告した場合、2021年の国民健康保険の納付額は、16,300 円なんだ。結構高いわね。1630円の10回払いになるんだぜ。え？ 1 年分の金額だったの？治療を目的に来てるんだったら、メリットはありそうだけど、でも信じられないわ。はっきり偽装滞在で国民健康保険を悪用している疑いがあると確認できたケースも、あるらしいんだぜ。偽装滞在？それって、何でわかったの？2017年に国が行った実態調査で、外国人が国民健康保険に加入した後、半年以内に80万円以上の高額な治療を受けたケースが、1年間2600件もあったんだ。80万円以上が1600件。日本に来た外人さんって、そんなに病気になるの？変だよな。でも、80万円の3割負担で24万円でしょ？私24万円も払えないわ。マリサ、払えなかったらどうしよう。国民健康保険に加入して、自己負担が高額になるときは、医療費助成制度を利用すると、医療機関の窓口で支払うときに、限度額で良くなるんだ。安くなるの？
数万円の支払いで良くなったりするんだぜ。24万円が、数万円。ちょっと説明が長くなっちゃったけど、私が何を言いたいのか、わかったかな？つまり、年間16,300円の保険料を払って、80万円の治療を受けたけど、支払うのは数万円で良くなるから、医療滞在ビザ、ではないビザを取得して、日本の健康保険に加入して治療している？そうなんだぜ。高額な治療で、需要が高いのは C 型肝炎と癌なんだぜ。C 型肝炎は、抗ウイルス薬を投与するんだけど、ハーボニーっていう特効薬を1ヶ月投与すると162万円かかるんだ。162万円、高。でも、国民健康保険に加入して、医療費助成制度を活用すれば、月額2万円で済むんだぜ。162万円が、2万円。それから、肺がんなんかの治療に使われる、抗がん剤のオプジーボも高額なんだぜ。いくらくらいかかるの？使う量や回数にもよるけど、1年で1000万以上かかったりするそうなんだ。1000万。これが、国民健康保険に入っていれば、年間60万円程度らしいんだぜ。60万円も高額だけど、1000万円に比べたら、負担が全然違うわ。そうだな。でもマリサ、自己負担以外のお金って、どこから出てくるの？みんなが払った保険料だぜ。え？それは私が払った分も入ってる？入ってるぜ。すべての人が公的医療保険に加入して、全員が保険料を支払うことで、お互いの負担を軽減する。制度が国民皆保険制度だからな。それに、病気の治療だけじゃないんだぜ。他に何かあるの？出産育児一時金の不正受給疑惑っていうのも問題になっているんだ。それはどういうことなの？出産育児一時金っていうのは、子供が生まれた時に申請したら42万円が、支給される制度なんだぜ。国民健康保険や、日本の公的保険に加入していれば、国籍に関係なく誰でももらえるんだ。しかも、海外で出産した場合でも、申請することができるんだぜ。それ、いいわね。出産って思った以上に費用がかかるのよ。すごく助かるんじゃないかしら？でも、不正受給疑惑って？こんな事例があるんだ。2017年、東京都荒川区の出産育児一時金の支払い件数は、国民健康保険加入者で264件。そのうち外国人は105件、一時金を受給した約 40% が外国人だったんだぜ。荒川区って外国人が多いの？荒川区の2017年10月の外国人人口は、18,323人で、東京23区では12番目に多い人数だったぜ。そして、外国人105件のうち、最も多かったのが中国人で61件だったんだ。出産育児一時金を支払った264件の、約 23% が中国人の計算になるんだぜ。ふんふん。2017年の日本人を含めた荒川区全体の人口は、約21万3000人。中国人の人口はそのうちの、約 3% しかいないのに、この数字はちょっと変だと思わないか？何がおかしいのか、よくわからないわ。そうか、出産育児一時金は、海外で出産してももらえるって話だろ？そうね。海外で出産したように見せかけて、給付金を騙し取ってるんじゃないかってことだぜ。まさか。当然、一時金を支給するために、いろんな書類を提出してもらうようになってるんだけど、海外の出生証明書が本物か確かめるのって、簡単なことじゃないんだ。偽造ってこともあるし、本当に出産したのかも怪しいんだぜ。出産していないのに、出産したようにして一時金をもらってるってこと？2013年には、中国に住む兄夫婦の間に生まれた子供たちを、自分たちが産んだって嘘をついて、一時金を騙し取った事例もあるんだ。そんなことするなんて、ダメじゃない。その人たちはどうなったの？当然、逮捕されたんだぜ。マリサ、出産育児一時金も私たちが払ってる保険料から出てるの？そうだぜ。ズルをして、高額な医療を安く受けに来るのも嘘をついて出産していないのに、一時金を受け取るのも、良くないわ。しかも、保険料の不払いをする人もいるらしいんだ。保険料を払わなかったら、保険証が使えないんじゃないの？支払い期限を過ぎても、保険料の支払いをしなかったら、督促状が送られてくるんだぜ。そのまま滞納を続けていたら、電話で払ってくださいって連絡が来るんだ。その間も保険証は使えるの？使えるんだぜ。自宅を訪問されて払ってくださいって言われることもあるそうなんだ。納める期限が過ぎると、延滞金が加算されるんだ。特別な事情がない1年未満の滞納の場合、有効期限が6ヶ月などの短期保険証に切り替わるぜ。
それでも保険証は使えるんだぜ。1年以上、保険料を支払わなかったら被保険者証を返して、資格証明書っていうのを、交付されるんだ。それは何？資格証明書は、病院にかかった場合一旦全額の医療費を自己負担して、後から申請してお金を返してもらうんだけど、未納分を納付してくださいって言われるんだぜ。払ってなかったら、言われるわよ。それでも滞納が続いたら、財産の差し押さえをされるんだけど、保険料を払わずに母国へ帰国されてしまって、未払い保険料の回収ができないことがあるそうだぜ。じゃあ一回も保険料を払わずに、高額の治療を受けて帰っちゃう人もいるってこと？いるかもしれないぜ。そんな、それじゃ本当にただ乗りじゃない。許せないわ。でも、日本の医療制度のことを、よく知ってるわね。中国では、インターネット上のサイトに、中国人が日本で、無料で治療を受ける方法って解説記事が載ってるんだ。何？それ？方法としては3種類あって、1、経営者ビザ、2、留学生ビザ、3、家族の扶養、なんだぜ。もうちょっと詳しく知りたいわ。まずは、1の経営者ビザの取得なんだけど、資本金500万円以上の会社を設立して、その代表取締役になる場合に申請できる在留資格、なんだぜ。取得して最初に許可される在留期間は、一般的に1年なんだってさ。でも、社長さんにならないといけないんだったら、ハードルが高いと思うんだけど。そうでもないらしいんだ。500万円をどこからか借りてきて、見せ金を用意することができれば、ビザ申請のためにペーパーカンパニーを立ち上げてくれるブローカーもいるから、比較的簡単にビザを発給してもらえるそうだぜ。会社を立ち上げるって嘘をついて、ビザを発給してもらうの？そういうことだぜ。心臓血管カテーテルの手術を受けた高齢の中国人女性が、1回目の手術の時に、300万円支払ったそうなんだ。だけど、何ヶ月か後の再診の時は、経営管理ビザを取得して、健康保険証を持ってきたそうだぜ。1回目の手術が高額だったから？だろうな。次に、2の留学生として入国する方法は、偽学生として留学してくればいいんだ。勉強をしに日本へ来るわけでもないのに、ビザが発給されるの？申請書類が揃っていたら、年齢に関係なく留学ビザは取ることができるんだ。確かに高齢でも、本当に日本語を勉強したいって思っている人もいるかもしれないわね。それに、医療目的の偽装留学かなんて、見抜くのは難しいし、厳しくやりすぎたら、外国人を不当に、排除してるって取られちゃうからな。純粋に日本へ勉強しに来てる人たちに、失礼だと思わないのかしら。本当だぜ。重い病気を持っている中国人患者が、日本語学校で勉強する名目で入国、保険証を取得して、学校へ入学したかと思ったら、すぐに手術を始めたケースもあるんだ。開いた口が塞がらないわね。そして、最後は3の家族の扶養に入るだぜ。これはどういうこと？これは、日本に長期滞在する家族の扶養に入ることで、治療を目的とした一時滞在にもかかわらず、医療保険を使えるってやつだぜ。中国のチャットアプリのメルマガで父母に日本の保険証を使ってもらうには、って、いうタイトルの記事が、公開されているらしいぜ。はぁ？記事では、まず本人が日本で長期滞在して、社会保険に加入することが説明されているぜ。そして、父母扶養に入れるための諸条件が書かれているんだ。医療費の負担割合や、高額療養費についての解説もされているそうなんだぜ。そんなに詳しく？その記事を書いた人は、かなりの日本通ね。でもこのまま、こんなことがまかり通っていたら、日本の健康保険はどうなっちゃうの？日本も、黙っているわけにはいかないから、法律の改正をしたんだ。法律変えちゃったの？2019年5月15日に、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための、健康保険法等の一部を改正する法律が、参議院本会議で可決成立したんだぜ。それはどんな法律？厚生労働省保健局の資料を見たんだけど、本来加入資格を有しない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性があるという課題があって、健康保険の被扶養者の認定において、原則として国内に居住しているという要件を導入とか、出産育児一時金の請求に必要となる書類の統一化を図り、審査を厳格化するとか、書いてあったぜ。私には、厚生労働省保健局の言葉が異国の言葉に聞こえるわ。そうだよな、難しいよな。んと、ものすごく簡単に言うと、
これまでは一定の要件を満たせば、住んでいるところや国籍に関係なく健康保険を使うことができたけど、これからは違いますよってことだぜ。なるほど、わかったわ。今回は、健康保険のただ乗りをする中国人の話をしてきたけど、難しかったかな？大丈夫。日本の医療水準は高くて、国民皆保険制度があるから、病気になっても安心ってことと、他国の健康保険制度を悪用する人がいるってことが、よくわかったわ。そうか、よかったぜ。でもね、日本に来て真面目に勉強や仕事をしている人たちも、いっぱいいるのよ。そうだぜ、一部の心ない人のせいで、全てが悪って見られると、悲しくなってしまうよな。話が長くなってしまったけど、早く霊夢も病院へ行って、風邪を治さないといけないぜ。うん、もう熱もないし病院は大丈夫よ。だけど、だけど、食欲がないの、桃缶食べたいわ。え？プリンとヨーグルトも風邪の時にはいいのよね。それから、それから。もう治ってるみたいだな。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。